とベッドにいて、もう動かない。あ、アンナの配信はお仕事をしてて見てないですけど、あ、途中でちょっと見たかな。まあ KMT めっちゃ行ってんなみたいな感じでした。え、でも歌のところは見てない。最初の2分ぐらいしか見てない。誕生日誰か誕生日ですって言ってた。あ、そっかそっか、言ってた。去年ランウェイ歩いた日だ、今日ね。その日が誕生日って言ってたし、アンナの配信で誕生日ですって言ってたわ。そういえば見た見た。一人だけだっけ、もう一人いた気がするけど。ほら、いた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 、もう一人いた。え、もう一人いると思うんだけど、3人くらいいると思うんだけど。昨日明日誕生日ですってこのお二方以外で言ってる人がいた気がしたけど、大丈夫ですかね。ではでは、お誕生日おめでとう、おめでとうおめでとう。おめでとうおめでとうおめでとう。それでそれで何歳？二人いるから何歳なの？こっちの人は何歳？こっちの人は何歳？おとといか。じゃあおとといも一緒にお祝いしちゃおう。おめでとう。いいよ。何歳？申告して。お誕生日おめでとうよ。
55歳、5の人か。いや多分もう一方覚えてるよ。去年ゼロだったのも覚えてて、で10の位も覚えてるよ私。55歳と言っていい、ふんふん1歳だって。1が好きか。ポキちゃん、ポキちゃんね、まあ覚えて、覚えてたよみんな。言わないの？もう一昨日の方。でそれでさ、なんで1と5なの？なんで 1？ なんで5なの？ 1 と5はさ、わかんないな。なんかあるかな。そっかそっか、5が好きすぎるよね。一期一会か。あ、確かに確かに。一番好きなのか。あ、確かに確かに。え？それでいい？一番でいい。5は5は難しいね。ごま豆腐はちょっとな。ごめんだけど採用できないな。キリがいいかな。ごめんのご。なんかすいません、あー待って、名前がいた。ちょっと待って、それそういうことじゃないの。ユウのことをどうにか好きにさせようかと思って言ってるから、ごま豆腐が嫌いなんじゃないよ。待って待って、そんなさ、そんなドラマみたいなことある？違うの違うの、大好き大好き、ごま豆腐は大好きなんだけど違うの。待って待って、あー嫌だ。びっくりしちゃった。そうだよね、ご縁がありますようにかな。ごめんなさい、いっぱい語が出てくるね。ごめんなさいの語かな。違う、ごね、
50年後もポキ推しっていう語だね。これは語だきつーきつーって絞り出した。よし、素敵な一年にしてね。二人とも。こっちの人もこっちの人も。やったね。ゆは70歳だね。怖っ。ちょっとね、ごま豆腐強すぎたよね。びっくりしちゃった私も。なんかそうだよね、こんなサプライズあるっていうかさ、すごくたくさんの人が見に来てくれてる証拠じゃない？こんなポンと出た言葉でさ、誰かが傷つくって本当にごめんなさい。申し訳ない。いい感じかも。口ちょっと待ってね。そうだよ、半分責任持ってね。そう、それすぎ。そう、いっぱい見に来てくれてる。少々お待ち。明日何時に起きるかな。
かな。姉妹配信しません。遊びに来てありがとう。新潟駅のジェラート食べたけどラムネ&ショコラ正解。なんでわかった？そうなのよ、ラムネ&ショコラですよ。私はなんかアンナはバナナ&マスカルポーネとベリーベリークリームチーズ、なんかすんごいクリームチーズとかマスカラポーネとかチーズばっかり。ビキ小さかったでしょ、見た？みんなチャットの返信とかにもね書いてあったけどビキ小さいでしょ。そうなの、全サイズ100円って書いてあったよね。しかもさ、多分そのゆうが言ったあの税込みとか税抜きに見えるでしょ。もう本当にこれをみんなに話したかったんだよ。恥ずかしすぎる。なんでみゆみゆさんがそのエピソード知ってるの？あ、そういうこと伝えた。そうなの。恥ずかしい。なんかさ、ロフトベッドが乾燥してんのかな。毎朝さ喉がもう乾燥しきってるんだけど、あまり広まりすぎたらお店側のフォローも入れてね。いやそうなんだよね。そう違うの、別にねそれが怒りだったとかじゃなくて、見えなくて並んだら、しかもでも並んでうわ100円じゃないのか帰ろってとはならない値段だったの。400いくらで2種類選べたみたいな感じで、美味しかったしね実際。そうそうそう、そうなの。高いの700円、あれは多分4種類アイスが乗ってんの、こうトン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 。
これあんま見たことない服。これは優しさの重さのメンバーでマシラジに出させていただいた時に着てたお洋服です。なんか写真あるかもしれない。少々お待ち。おりゃ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 、これかこれか。じゃじゃーん。ありました。ショールーム選抜。身長順。え、めっちゃ懐かしいのばっかしよ。第2回ごめんプロジェクト。初日記念。初日やばい。え、さまざまな初日を振り返ってみいきたいと思う。これマシラジ。今 DMM さんで見れるつぐみさんの卒業公演、周年公演。ごめんの発表会、そば部一緒にいる。これまださ、下にもあるからさ、うえー、リバイバル公演、やばい。リバイバル公演、多分これ初日。ポキ生誕祭、わやばいね。そう、大事に大事に保管してます。これがあと2冊分くらい今下にあって、1冊はもうまるまる埋まって、持ってこようか。で今もう一冊が埋まりそうみたいなところ。リバイバル公演の初日は5月です。生誕祭ってありがとう。
そのあの時さ、こう誰も来てくれなかったら悲しいなって思って、必死に絶対に埋まらないからポッキーのファンじゃなくても来てくださいって言ってギャー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 言って、あ、埋まってないんですけどやだ埋まってはないんですけど、NGT の撮って出しフルコン、すごい、それはすごすぎる、みんな来てくれてありがとう、ありがとうね、みんな来てくれて、私嬉しかったよ、こんなにポキの誕生日祝ってくれる人いるのって思って、初めての感覚じゃあちょっと持ってくるね、今から撮って出しのアルバム、待ってて、帰ってきたよ。そうそう、当日だったのよ。やばいよね。で、これが3、3枚目か、これが、おっ、あった、じゃじゃーん、この日はメイクが薄すぎてマネージャーさんに、今日はめっちゃ映るんだからもうちょっと濃くしなって言われて、メイクをたしたししました、した日です、こちら。リカさんの卒業公演全部 2L ですね。そうです、サマーソングセットリスト、キャー、新春特別公演、待って、いたわ、大丈夫、いるいる、この時はいるやつだ、ゆな可愛い、ありがとう、急にキャキャー、見てじゃーん、こちら限定の8周年周年公演限定の、集合写真の方にいないので、こちら花江と2人のツーショットとなっております。そして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 、ドゥルルルルルルルドゥン、
思い出いっぱい公演の初日、イエーイ。12月10日初日です。アンナがお披露目された日です。アンナと初めて取って出しに2人で写った時、イエーイ。ラーメンブー、イエーイ。こんな感じだなです。どうですか皆さん、すごくない？もうさ、やばすぎなのよ、分厚さが。私何回公演出てんの今まで。去年100回、100回だったんだけど、去年100回出たんですよ。1年ぐらいで、11月くらいで100回行ったので、11月の13日とかに100回記念で、まるっと1年で100回出たんですよ、公演に。今の時点で146。え？すんごいペースじゃないそれ。冷静に考えて。ありえんぐらいのペースで出てない？ダダ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 。え、だってさ、11月から1年で100回だって言ってんのにさ、まださ12、1、2、3、4ヶ月しか経ってないのに半分いってるで。頑張ってこ私。ね、そう、休みなしで19回連続公演出るとかあって、すごいよ、我ながらありがとうって感じ。18.5 なんだけど、取って出しに移った回数は19だから。やったね、嬉しいな。いや、なんか19公演とは言えない、19連勤。
ていうか、なんていうの、行ってはいる劇場に。っていう。ことかなっていう感じですね。呼ばれて行きましたから、これがまあ行ってなかったら18ですけど、行ってるから19かね。あれもカウントさせていただいて、はい、では寝ててやばかったのは1回だけ、あのアンナに起こされなかったら私ここにいませんの時だけですかね。まあ、電話で起こされたあの日は寝坊とか遅刻ではなくて、休みだと思ってたら急遽来て欲しいということですので、あれはカウントに入れません。あのやばの、一応、あ、これは共有イヤホンじゃないです。めっちゃさ、きったな、さっきまでカラッカラの喉だったということをご理解いただいて、メガネ拭きは持ってません、ありません、買ってませんし持ってません。頭良さそう、良さそうじゃないです、いいです。今日はこれ、どの台に潜れ
ぜわかってほしいのか、答えを聞く勇気はないのに存在にね気づいて、雨の日の渡り廊下で彼に会えそうな気がする、こんな天気の午後は図書室だけがたった一人でいられる場所、キスのプロセス悩んでしまう、どんなきっかけで止まっていくになってゆくの、男の子を誘ってはいけません、キスの仕方を教えてほしい、どうすればいいの、どのタイミング釣られた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 、はい、あなたは釣られた、はい、釣られた釣られたよね、あなたも釣られた、これはね、釣れっしだよね、釣られてるよね、え、よくわかるね、よくわかるね、うわー、これはやられた、うわー、最悪だ、マジ？よくわかった。釣られてしまいました。僕が勝手に恋をしてしまったんです。君のせいじゃない。Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh. また今日も見かけたよ、じゃなくて僕が君を探しているのかな、女子高生が溢れているラッシュアワーなのにいつだって目に留まるんだ、
カーディガンの袖口を少しだけ長めにして、両手でグーグーしてるのがあざと可愛い。見事に釣られました。下唇かむ癖までなんだか全部キュンとする。僕をかしげたって見られてるって意識しているのかな。もうハマりました。もうイエイエイ、もうイエイエイ、もうイエイエイ、もうなぜだろういつも目を引くんだ。この世に女の子いっぱいいるのにね、僕もみたいなタイプじゃなく、どこにでもいるような普通っぽさがいいんだ。目があってもぎょとんとして、そうずっとこうじみてる君のマリガオが癖まで、なんだか全部キュンとする。僕をかしげたって見られてるって意識しているのかな。もうハマりました。もうイエイエイ、もうイエイエイ、もうイエイエイ、もう君が好きなんだ。釣られた、はい釣られた、はい、あなたも釣られたし、あなたも釣られた。これで、またみんな釣られてる。
ちょっと無理だった。何も決められなかった。明日朝早起きじゃない。ちょっと無理無理。ちょっともう無理。今日は喉いい、なんか可愛い曲な感じなんだけど、ちょっと決められない。これにしたなんかちょっと久しぶりな感じするね。リバイバル公演終わってから、幸せな時間だよね。高いも見て
袖であなたも釣られた。ラジオン歌う？歌えるか分かんない、久しぶりすぎて。それでおしまいにするわ。バイ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 じゃない、間違えた。え、これ元気だっけ、私歌えないかも。何人どのキーで歌ってたかも分かんない。パン、あ、これやるとみんなに猿って言われるから、やめた。表情で全てを許すように佇める。春地音が雨に打たれて、それでもまだ青空見上げるように、辛い時も変わらくれる一度きりの人生。
女の名前なんてそんなに知らないよ。だけど君のことをずっと覚えてる。やっと言える大好きだよ。キー落としてない。元気いけるね、これ。この曲は元気でいけますね。それでは壇上を見ます。13位浜ピさん、ありがとうございます。12位翔太さん、ありがとうございます。11位竹友さん、ありがとうございます。10位ひろいちさん、ありがとうございます。9位カジポンさん、ありがとうございます。8位突破Qさん、ありがとうございます。7位きっと萌えライン、たしたしマーメイド曜日さんさん、ありがとうございます。6位アベベポキさん、ありがとうございます。5位片山さん、ありがとうございます。4位トシさん、ありがとうございます。3位トマオさん、ありがとうございます。2位マコイモさん、ありがとうございます。1位タカタンさん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。そうですね、明日新潟一番サンデープラスさんに出演させて、あ、 VTR なんですけど出演させていただきますので、皆さんぜひご覧ください。北海道です。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。バイバイ、ごきげんよう、おやすみ。ヨナちゃんも録画してリアタイできたらします。できるかな。バイバイ。